それでこうでこれ来たってさバッとこうやってでこうバッこうやみなさんこんにちは。はい、ということで今持たせていただいてるんですけども、こちら少しサイズが小さいということでしたけれども、うん、ガマザと呼ばれるもので、そうですね、はいはい、これ一体何になるんですか。これはあの敷物ですよ。あ、座る時の、座る時の座布団のような使い方を、板間みたいなところで使ったり、畳のところじゃなくて、まあ、そういう、まあ、クッションですね、英語でいうところのクッションの使い方をするものなんですけれども、ね、なんと実はこれを使った居合の技があるということで、まあ以前の特殊武器の際にも言っていただいたんですけれども、まあ昔の武士であればいかなるものを使ってでも生き延びると、使って戦うという心があったということでございますけれども、本日はこのガマザを含め、あともう2つですね、それで戦うのかというアイテムを使ってどういうふうに戦うのかという技を紹介していただきたいと思っております。はい、はい、よろしくお願いいたします。あのガマザ居合っていうふうにはなってるんですけど、はい、実際にはガマザを使わないんですよ。座布団なんです。そうなんですね、はいはい、そういう名称で伝わってるだけ でガマザって何なんだって言ったら、先ほど紹介したような持っていたもの、はいはい、ものなんですけど、実際は座布団でやると。今時売ってる座布団はスポンジが入ってたりするんですけど、昔は真綿なので刀でうまく切れないんですよ。逆に柔らかすぎて、いやいや、あの丈夫なんです。昔布団だってね、真綿で布団屋さんが打ち直ししてずっと使うっていう方法だったでしょ、はい、座布団も一緒ですから。でこの時の心得で、座布団の中央に座るなっていうふうに教えて、はい、まずは中央に座らないところから、うん、中央に座ると心得なんですよ。そういうことができない、いざという時にっていう、つまり座布団を盾防具のように使うという、武器として使うんじゃなくて、うん、ですから足首が座布団の外に外れるように座るんです、はい、なるほど、乗ってないんですね、足首が。こういうふうにあの座っててね、これが人にどうぞって勧められた時の心得なんです。それで相手が突然抜刀して、はい、鞘を置いてね、パーンっていって正面を切ってくる、はい、はい、それが鞘を張って、その時にうおスポッて、スポッて膝を浮かせれば出すことができる。なるほど、はいはいはい、それでこうでバッつといて相手の手、それでこうでバッつといて相手の手、うわ相手のやつをパッと取ったんですね。そうでこういうふうになる。もう珍しかったんですけど、もうまあ拳が入ってましたか、はいはいはい、一回はね、それでね、あの間を稼がなきゃいけないんです。あ、受けて横に弾かれたぐらいでは。そうそう、でこうやっても相手は何も聞いてはいないので、はい、ダメージないですよね。ダメージないの。だからここで胸板に、はい、胸板に一撃入れろって、胸板に一撃入れろって、でこの手をそのまま下ろすと、その人担当だから。おー、なるほど。そう、そういう風にできてる肩がね、取りに行かなくていいんですね、はい、もう下ろしたらそこにあるっていう、はいはいはい、この張り合いにここにある、うん、取りに行く張り合いに胸板に一撃入れろっていう、打ったところをバッと取るっていうね。で作業も大体同じ形です。つまりこれね、生活口伝の心得を居合の形としてあるだけなんで、うーん、1本ずつしか伝わってないんです。そうですね、ここからまあ大きく派生させてっていうことはなかなか難しいですよね。そうそうそう、ないのでね、いわゆる生活口伝を型にして、ガマザ、下げを手ぬぐいとか羽織とか伝えてるわけです。ちなみに今の僕の興味なんですけれども、座布団の抜き方で、はい、仮に相手がこう横に来たりとかしても、ま、身を守れるんですか。あ、こうやる、何もないよりはいいよ。それでもう持っていればそれで防げる。こういうことでしょ。そうです、そうです、そうです、うん、パンってそれでもできますよね。もうどの方向でもいけますよね、全然上でも。そうそうそう、さっと抜けさえすれば。そうで、問題は、はい、ここなんですよ。ここ持つでしょ、はい、でここはもう不安定じゃないですか、はい、問題はここ上のライン、ここやれば受けられる、はい、うん、なるほど、こうやってここだからボーンってなるの。どこでも受け入れるわけじゃないですよね。そう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 、そういうことが分かんなきゃダメ、適当に自分の前に出したら座布団で身を守れるわけじゃないですよね。わけではない、なるほど、こういう世界ではないんでね。そういうことじゃないですよ、かぶって逃げろみたいな、そういうことではないですよね。そう、要するにこんなものを盾防具として使うわけですから、はあ、ね、とさ緊急的に使うということなんで、投げることもできるから、足首外してね、なんだか向こうがめちゃくちゃ警戒してさ、昔いたらしいんですよ、お客さんに対して、お手前そちらへどうぞっつって座布団投げる人が。
要するに侍同士で刀持って入ってくる人とかこういうの刺してるでしょ。そうするとね、お手前そちらへどうぞって座布団をシュッてブーメランみたいに失礼に投げる人が、でそれが普通にまかり通ってたらしいんだけど、でそれも逆に何かあった時できるわけ。何かあった時こうこう取ってこうやってバンッと開いて投げるね、こうやってバンッと開いて投げるね。ああ。でその間に、はい、ね、あでも結構強いこう目くらましになりますよね。なるなるなる。嫌ですよ、こう来たら本能的に絶対にこうワンってなりますよね。いやいや、お客さんに投げる人の話はね、あの自分が座ってる座布団ではなくて、例えば塚田さんが来て、うん、あ塚田殿参られたか、そちらへどうぞって、こういう人いたって抜刀して届く前に絶対入れないって言って、すごい警戒してるんですね。すごい警戒してるんです。あんまりいいことじゃないけどね、まあ、そこまで警戒する相手だったり、はい、警戒してるよっていう必要がある場合だったんでしょうよね。あるいはその人のそういう生き方なのか、心得として、まああまり武士として位が高いところにいない人かもしれないね。そうですね、うん、はい。であの下げ尾の居合っていうのも、はい、型としてはさっきのガマザと何にも変わらないんですよ。存在を忘れないようにお伝えしてきたっていうもんですよね。なるほど。でこういう状態で、はい、正面を相手がさやパッと、ね、切ってくる。その時にここに作業あるから、こう。その時にここに作業あるから、こう。あ、懐に入れてらっしゃった。はい。こうやる。こうやる。これをね、こうやると、こうやると落ちるんですよ。あ、先ほども、はい、緩めないで、こうやると落ちる。こうしておいて、おー、ね、ムチみたいに。で、あといんないから、使ったらいんないから、ほら。で、使ったらいんないから、ほら。で、うわー、捨ててまた。こういう、これ作業の使い方。いや、でも、バーンってこう、振って当たったら結構痛いですよね。あ、もう、目にね。目に入ったりしたら結構もう開かなくなりますよね、しばらく目、多分。このように懐に作業を入れている瞬間っていうのは実はあったんですかね。方眼波は、居合の肩やるとき、そもそもがそうなんです。なるほど。作業の結束しないの。繰り方にも通さない。もう一切ない状態でこっち置いたりこっち置いたりってやる。ところにも入れておくと。そうで、こういうことに下げようと開始っていうのが決まりなんです。それはこういう使い方ができるようにっていう。そう、どういうわけか方眼波はね、繰り方に通しとかないんです、そもそも。ここに入れとけ、まあ、武器として使えるようにっていうことなんですかね、おそらく。そうそうそう、一説にこういうことにも使えるんでね、たすきがけですね。あ、なるほど。居合の心として、居合の心ですよ、はい、としてむやみに近内ってところで、はい、制することができたら縛り上げちゃう。そういった用途を考えて繰り方に通さないで持ってるっていう。多目的の道具として確かに懐に入ってる方が道具としては使いやすいのかもしれないですね。そうそうそう、逆により大事にしてる感じですよね、作業というものを。でこれを手拭いでも同じような動き、うん、で手拭いの場合は立ち技なんです。手拭いしかない状態ね、はい、でよくほら立派なお武家さんのところとかは池があったりするんじゃない。そういうところにカポってやってね、濡らすの。端っこ結んどいて、端っこ結んで、端っこ一箇所肩結びしといて、カポって水に浸して、うんうんうん、それで切ってきた刀にペラペラってやって、で刀を引っ張りながら蹴込んで、足と手拭いで無刀取りみたいにすっ飛ばしちゃう。そんなことできるんですね。え、実際ちょっともしあれでしたら手拭いの代わりに作業でもこれ、ね、やっていただけたら、うん、あの三尺手拭いとかね、長いやつ使うんだよね、はい、今なかなかないですよ、なかなかない、そんな長いものは。そう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 、その手拭いをちょっと怪しいなって思った時に濡らしておくっていうこと自体ももう心得ってことですよね、そもそも。そうそうそう、でこれで切ってくるでしょ。はい、相手が正面でこうやって避けて、あ、絡める。はい、でこっち引っ張りながらこうやって避けて、でこっち引っ張りながらおー、なるほど。こういう世界ね。これが濡らしておくと、あんなにするって簡単にならないから。そうですよね。ギュッとくっついてガッと引っ張られてしまうっていう、はいはいはい、あ、で蹴られるからもう離してしまうっていうことですよね。ビーってない、こうした張り合いにバーンと蹴るんで、このテコがかかって、はい、それで飛んでいってしまうということですね。はい、今度はね、はい、丸切り 丸腰です。はい、何も持ってらっしゃらないという状態ですけど、外とか庭とかね、はい、そういう状態ね。で相手が刀を抜いて自分を切ろうとする、はい、頼るべきもの何にもない羽織しかないと。羽織 で、うん、でこれをね八の字に振りますの。うわ、くるなくるなって、うん、でこれ来たって出せばバッとこうやって、でこうファッとこう、うわ、でこれ来たって出せばバッとこうやって、でこうファッとこう、
うわあ。見えない。今度はね、刀に巻きつけんじゃなくて人間に放り投げて。すごいですね。はいはい。いや、しかもバッてかぶされとっさ、本当に一瞬しか見えないとかじゃなくてずっと見えないですよ、ね。ずっと見えないですね。これね、うまい具合にこうなったらもう最高なんですよ。しかも一発で取れなくなりますもん。一発で取れなくなる。逃げますね。二、うん、手ぐらい使わないと取れなくなりますね。なるほど。で、八の字に振り回すってのはやりづらくしてるわけね。はい、やりづらくしてる、こういうところ。そもそもそれだけでもだいぶ生きにくいですもんね。首にも上げるからね。首にも。だからこれだからこう横でこう回すっていうのとまた違うってことですもんね。違う。それで全然迫力違いますもんね。そう。これも心得ですね。鎖粉豆腐こう振ったりするのと同じ作業。でもそうですね、こういう知識というか経験がなかったらとっさに、うん、あ、やばい、もう羽織しかないって時に羽織振り回そうっていう発想にならないかもしれないですもんね、うん、はい、で、見ようによっては無刀取りの実伝なんですこれ。要するに一般の人が無刀取りの方見てて、はい、よほどの修練が必要だって、あんなのできねえよって。でも今の見れば実伝として分かりやすい。こういう補助道具があれば確かにそこで活躍するのかっていう、活躍するのがね、イメージがしやすくなりますね。稽古はよりしんどいとこでねこうやるけども、実伝としてはこれで何かしら使ってやってね、で顔にバサってやればできるよね。そういう時にまた無刀取りの経験知識っていうのも生かされていくってことですね。生かされてきて、受けてきた伝授と補助道具をどう使っていくかっていうね。はあ。道具でないものを道具にするとか、うん、そういうことですね。はい、勉強になりました。特に最後のやっぱり無刀取りのところですよね。うんうん、いろんな方からいろんな経験を培ってるからこそああいうことが実際いざ起こった場合も昔の武士もできたんでしょうし、そうですね、それがすごい面白いなと思いました。やっぱり一個一個の道具、一個一個の型をこうバラバラに考えるのではなくて、最終的に全部自分がちゃんと消化して実践で使いこなすっていうところまでが修行だなっていうことが、消化が大事なんですよ。200、300の型を消化不良を起こしてたらダメなんで、バラバラでそれぞれ時間やってますって、うん、並べて喜んでるってのは違うよね。なるほど、うん、ここでこれを生かして、この部分をこれを生かしてるっていうふうになるのが究極目標っていうところですね。そう、だからその辺のね、微妙な伝わるような伝わらないようなところをよく先代が、極意はその人の中にありと。あ、なるほど、はいはい、これが答えですっていうふうにもうあるわけではなくて、あるわけではないって、その人が修行の中でそれを見ていくってことなんですね。それでうまくいったらよし、と。ああ、なるほど、はい、いや、すごいです。今日も非常に勉強になりました。ありがとうございます。はい、Everyone, thank you very much for watching this video. 皆さんどうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、メンバーシップ、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。